チェイスが苦手やからハンターでこれを練習したら多分対処法とかが結構分かりやすいと思うから、これありだよな絶対。鬼没で、これ強いね、これ絶対ポポされるよね。こうだよな、相手がやば、これ絶対勝ちたい、待って、え、これは絶対勝ちたい、ちょ待って、ピエロロは、これはこれは絶対勝つ。スポーンがなかったって、あれね、もう村のペルはスポーン位置を覚えられてたらもうマジでクソゲーやから、やばいやばい、これは絶対勝ちたいぞ。泣きピエロ、誰を追うのが正解なの、誰でもいいよね正直。そう、これストレスで。ストレスで血尿が出る、これ。おらんぞ、やばい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 、これ絶対勝つ、これ絶対勝つぞ、絶対勝ってやる。泣きピきてるかこれ、にゃん、あ、痛い、半分は間に合わん、間に合わん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 でよね、そこは間に合わんで、鼻くそ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 、いけ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 、もうなんなんやめろ、お前だけど連れていく。とりあえず DD は取れた、そこやったらいいんだよ、誰だよ、とりあえずよ、ほら、あ、やばい、推進機ない、まずい。で、あれがいるんだよな。どこ行った、あ、いいわ。早くない倒すの。よしよしよし。いけんじゃねえ。いや、それさ、ずるいよね、マジで。心理学者、カホー来てくれよ。あれ3発耐えられて誰かに注入できるサブタンク、何ロックマンの世界じゃないんやからさ、やめてくれよそれ。しかもなんか変なところから来よるし、うわやば、うわ、とりあえず一発は入れたい、うら、デイ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 、フラフォアルやろ、おい、いや、いるな、え、待って、バグった、どこにいんのこれ、うんこみたいな鬼没入っちまったから、ちょっとどうなるやろこれ。回ってんのかこれ。
故鬼没吐いちまったからちょっと心配だな。もうねこの板の判定マジで。OK、 よし、そっちに逃げるんだったら、封鎖して終わりよ。おお、左右ね。OKOKOK、 もう封鎖だぞそこは。おい、いけんじゃねえのかこれ。いけるぞ。怪しい、立つな、怪しいよ、なんか耳鳴りするぞ、耳鳴りするぞってことは、おい当たるかいな、そんな。バルクは無理、バルクはあれはもう D さんの見とったけど、あの1日2日で練習できるもんじゃないし、もうましてや1年で練習できるもんでもないと思ってる。あれはもう相当やり込んでる変態しか使えんでしょ、バルクは。あ、推進機とりあえず使う。ドリルかませて、1回目はドリルかませて、ミュート鳴らしたの。あそこでまたなんか変なスポット作ってんのか。あそこ行きたくねえな。中2を、これは入れて、ちょっとどうだ。いけ、なかなか入らんもんですよ、そりゃ。でもこれは、あれだね、南のポジションで誰かなんか作ってる。全然、いいんやから。で、南に寄せるか。なんか耳鳴りするの何？怖いからやめて。オフェンスかよ、そのポジション作ってたの。行かなくて正解だったわ。みたいなことしやがってマジで。多分タックル来るもんね。よし、タックル粘着されたくない。いやだ、粘着されたくない。危なっ。あー、ミスった。ロボいいんじゃん。ロッキーのキー、はいはいはい、ロッキーのキー、はいはいはい、ロッキーのキー。鬼没はもう余裕があるからかな。で、これね、多分もうないんだよね。そこでやり取りしてないんだったらもうだいぶ距離空けたはずやと思う。あ、これ回復もらってるか、これ。全体負荷が進むんやったら、疑似追うのもありだよ。あそこ閉鎖しときゃよかったかな。うん、さ、多分左右やか、あ、これフラフか。いや、これ下積んどるな。いけるわ。最低。極限回避されちゃったか。もう、でも、そしたら疑似追わんでいいやろ。うん、このタゲチェンが吉と出るか。あそこね。赤でもいい、全然。おロッキーじゃない？ロッキー、ロッキー。どうせされちまうぐらいやったらもう先に。ほれ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 
やっぱもう曲芸下振りも難しいんかもしれんな。でもこの編成やったら、この編成やったら確かにいらんもんね、ノーカンシロ。え、ノーカンシ腐っとるな。オフェンスは救助来れないから翼が欲しい。あーやべやべやべ、あーいるね、これワンチャン借りるな。え、フラフォあるか。でも左右やと思うんやけどな。え、枯れた。よし、でもう武士は解読できないと見ていいから、武士は放置でいいんですね。だからあとはオフェンスを借ることができれば、やっぱあちきにはねピエロしかいないっすわ。あちきはピエロしかいないっすわ。ピエロがもう好き。あげられるかこっちで。あそこで立て直してたかな。中央経由か北経由で来るやろ。真ん中あいるね。よし北経由か。いやーこれは無理やったか。一発でいいよね。うわ最悪。アイテムででも止められたから、どこ行った。脳幹使うかな。脳幹確かさあれだったよね。ああ目の前やん。北壁かなーってちょっと思ったんやけど、これでもあれやろ、オフェンス、これあれか、納棺してオフェンスに粘着してもらう感じか。人格やばいよね。これでオフェンスに一撃与えることによってもう必死の解読は全く進まなくなる。ボコボコにしやがって、絶対一人残らず釣ってやるからな。あら？こんなところにハッチがあるね。さあギシちゃんどこに隠れてるのかな。しこたま箱でもあさって、どうせなんか至らんことを考えてるんでしょ。どこかなギシちゃん、出ておいで。とりあえず俺は世界中に散りばめられた推進器を集めながらギシちゃんをじりじりとやってやるぞ。なんかどっかで注射ぶち込んでそうなんだよね。まあちょっと早めに見つけたいな。北壁あたりにおらんか。なんでちょっと全然耳鳴りしないのこれ。あら、いたね。いた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 、どこかな、ここら辺かな。あー、いたいたいた。あー、この箱くそってる。あー、これ無理じゃね。頼む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 、もう投げろアイテム、頼む間に合ってくれ。ああ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